あこんにちは楽天ミュージックが楽天モバイルの利用者なら無料で利用できる新プランバンドルプランを4月1日から開始します本日はこの件と私の感想をお伝えしますまず最初に楽天モバイルのニュースサイトを見ていきますこちらの動画をご覧くださいこちらがですね楽天モバイルのニュースサイトです楽天ミュージック楽天モバイルのユーザー向けに 料金0円で利用可能な新プランバンドルプランを4月1日月曜日に提供開始マイページ登録やマイプレイリストの機能を利用でき30日ごとに5時間再生可能楽天グループ会社が運営する定額制の音楽機放題サービス楽天ミュージックは楽天モバイルの楽天最強プランユーザー向けに料金0円で利用可能な新プランバンドルプランを提供 4月1日月曜日日曜に提供開始します楽天ミュージックバンドルプランずっと音楽が無料30日ごとに5時間無料好きな曲を選んでフル再生ダウンロードも o、OK、け一部フル再生対象外曲がございます2024年4月1日提供開始予定本プランは楽天モバイルの楽天最強プランを契約しているユーザーが料金0円で30日ごとに 5時間の楽曲再生が可能なプランです。ユーザーは好きな曲を自由に選んで、最後までオンデマンド再生することが可能です。また、マイページ登録やマイプレイリスト、オフライン再生も利用することができます。楽天ミュージックではこれまで4種類の月額プランと、2種類の年額プランを提供してきました。本プランの提供により、さらなるユーザーの拡大を目指すとともに、楽天ミュージックが提供している楽曲を通じて、 ユーザーと楽曲やアーティストとの新たな出会いの機会を創出します。本プランを利用することで、すべての機能を無制限で利用したいと感じた場合、楽天カードモバイル会員対象プラン、月額780円にアップグレードすることで、全機能の利用が可能ですえ。バンドルプランの概要ですね。プラン名がバンドルプラン、プラン内容、料金0円で30日間あたり5時間の楽曲再生が可能。 プラン対象、楽天モバイルの楽天最強プランを契約しているユーザー。プラン利用期間、楽天最強プランを契約している期間中は、ホームプランの利用期限、回数に制限なく、30日ごとにホームプランを利用可能。再生時間が5時間を超えた場合、すべての楽曲は30秒間の再生となり、その他の機能が利用できなくなります。30日間の利用期間が切れたタイミングでアプリを起動し、ログインを表示されるサービスの説明画面の 今すぐ始めようボタンをタップすることで再度ホームプランを利用可能ですとなっていますね提供開始日は2024年の4月1日月曜日の午前0時利用可能な機能5時間の楽曲再生オンデマンド再生マイページ登録マイプレイリスト作成オフライン再生一部楽曲を除く利用制限のある機能時間無制限での楽曲再生同期歌詞表示ウェブプレイヤーフル再生リワール機能ランクプログラム特典 そして、プラン申し込み方法ですけれども、1、楽天ミュージックアプリをインストール、2、楽天 ID でログイン、3、サービス説明画面から今すぐ始めようボタンをタップとなっていますね。以上です。いかがでしたでしょうか今回のプランですけれども、楽天モバイルの利用者なら、楽天ミュージックを月に5時間ほど利用できるというものです。 これは楽天ミュージックの反則活動の一環でもありますね。ただ個人的にはこのプランは歓迎です。私はそれほど音楽を聴きませんが、無料なら聴いてみようかなという気になります。いろいろな曲を聴くのは気分転換のやりそうですしね。今回の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。